はい、皆さんこんにちは、スタディ東京店の猪俣です。今日は、カリコさんが、今シーズン初めて富士スピードウェイに、行くので相談に、行きますということで、今待っているところですけど、あ、来ましたね。こんにちは。お待ちしてました。すいません、また急遽来ました。カリコです。お願いします。いつもここ緊張するんですよね今シーズン初富士スピードウェイ、そう、行くと聞いたので、やっと日程が合いまして行くことになりました。楽しみですね。楽しみですね。どうしようかなっていうのが一個あって、今までねブレーキパッドとタイヤといろいろ入れて1年去年走って、で今年一発目で、なんかもうせっかくだったらもうちょっとなんかねできることあるか、もうちょっといけるんじゃないかなっていう、なんかで塾長と何秒差までいったんですか？でもね、3秒差なんですよ。長さのコースで3秒差はすごい数字だと思うんです。そう、でもね欲が出ちゃうので。そうなんですよ。もうちょっとチューニングの素晴らしさにちょっと気づいてきた。そう、気づいてきた。素晴らしい。もう沼にはまっていく。沼にはまっていくやつですね。はい、でもBMW ってやっぱどんどんこうチューニングするのが楽しい。そう、含めていいです、ね。まあ、それがね、そういう意味もあって一番最初はノーマルの状態で走ってもらったので、十分ノーマルでも素晴らしかったです。楽しめたんですけど、うん、つけてこう変わるんだっていうね、はい、こう感動があると、感動がある、もうちょっとこうしたいなっていうね、そうそうそう、欲が出てくると思う。店内いろんな商品があるので、まあ、ざっと見ていただいて、はい、気になる車が置いてあるんでちょっとこれ見たいですね。紹介しますね。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、こちらじゃーん、 M2CS レーシングね。はい、 M2CS レーシングの道っていうタイトルが設置先が原点です、これ。これに乗れるか乗れないか問題、チャレンジ中でございます。皆さんぜひ温かい目で応援していただければ。皆さん楽しみにしましょう。はい、じゃあ見に行きますか。そうですね、ちょっと順番にこっちの左の方から、はい、確かにね、ちゃんと見たことないんですよ。シートレカロですね。レカロね、はい、有名なね。なんか確かにまだ買えるとこいっぱいありますね。全然いっぱいあります。全然ありますね、はい、シート確かにめっちゃ変わるって言いますもんね。もう安定感、あとミラーね、これ後ろよく見えますね。そう、後方車両も ね、ちゃんと確認できるんで。なんかちょっと可愛く見えるじゃん。ワイドルームミラー、美しく映る。美しく、やっぱり美しく映る。いや、それはちょっと嘘です。嘘だ、はい、カバーケースとか、あ、ハンドル、こうやって売ってるの、はい、一応ステアリングと言いますけどね、ステアリングホイールです。ステアリングホイール、はい、ここってこんなんなんですね。そう、外すエアバッグとかカバー外すとそういう感じですね。初めてこういう状態で、はい、カスタムステアリングです。すごい、地とかがこうやっぱこう BM カラーが、M カラーで、 M カラーいいですね。バレに入ったものもありますしね、そんな知ってるものないでしょ。そんなでもペトロナスさんとか知ってるし、やっぱレース行ってるからいろいろね。あとこれ CPM さんとか、確かにね。あ、これあれですよ、タラーン、この前の前回の好評だったドッキリ企画の、はい、ドッキリ企画好評です。皆さんプラズマダイレクト、はい、プラズマダイレクトさんです、はい、すごいよ本当、この鈍感な私でさえ分かるぐらいの素晴らしい、はい、チューニングパーツでございます。これ入ってます。それは何でしょう。ディクセルさんのブレーキパッド、 Z タイプ、そう、ね、この Z つけてますね。 Z つけてます。これですよ、もうブレーキの安定感半端ないですからね。富士スピードウェイの1コーナーとかもめっちゃ変わりました私、ね、やっぱ止まれる安心感ってね一番大事なので。いや、大きい大きい。これは隣がね、あのうちのディクセルさんで作っていただいてるスタディオリジナルの、だからスタディマークがついてるんだ。低ダストブレーキパッドです。低ダストいいですよね。まあね、サーキット走らずに街乗りメインでっていう方には一番人気の、うんうんうん、汚れないですね、はい、汚しにくい、ね、そうですね。お、ビルシュタイン。お、ビルシュタイン知ってるんですか。知ってますよ、聞いたことあるよ、有名ですよね。これもね、BMW と同じドイツのサスペンションメーカーなので、うんうんうん、いいね、このカラーリングがとても目を引く、はい、サスペンション、これはサスペンションですね、いわゆる、まあ、はい、まあ、足回りっていうね言い方もしますけど、猪俣さんがずっと言ってたやつだ、ずっと言ってるやつです。足回り入れたいねって、はい、これ止まるっていう部分ではね、うん、安心してもらえると思うんですけど、うんうん、今度はあのこう楽しく走るとか、うん、こう安定して走るっていう意味では、うんうん、このサスペンションキットが一番おすすめです、うん、高そうできただけどねちょっと手軽なお値段のものから、うん、こうハイスペックなものまであるので、うん、あるんですね、まあ、ご予算とかこれ1個だけじゃないんだ、いろいろあるので、パターンか見積もり
出しましょうか。ざっと見て、いろいろあるけど、シートと足回りでやっぱり、まあ、大事な部分ね。そう、大事な部分、うんうん、あったらもっといいよねって前ね、猪俣さんが言ってたから、入れるなら今この今年始まりのタイミングでもう入れときたいなっていうのもある。2024年ビルシュタインデビューで、それでも全然ノーマルより、うん、あの満足度が高いので、おすすめ的なものをいくつか見積もりします。はい、じゃあお願いします。わかりました、ありがとうございます。はい、ということでこちら私が今持っているのがなんとビルシュタインの B14 サスペンションキットです。届きました。ついに来ました、足回りですよ。足回りかっこいい。もうさ、合成感が全然今ついてる純正のと違いすぎて憧れてたから、でもこれだけでテンションが上がる。で、車高調整ができるものになってて、この車にはこの硬さで走れますっていう、ちゃんともう証明というかテストもされてますっていうらしいです。ハリボボにもいよいよ足がつくわけですね。楽しみにしたいと思います。ハリボボの前に来ました。ということで、最近東京店によく出没しています森メカニックです。こんにちはこんにちは、森ちゃん見て、ビルシュタイン、いいね、ハリボボのここにつけるわけですよ。これ純正でしょ。フルノーマル、フルノーマル、純正交換する。全然さ、見た目が違うんだけどさ、どう違うの今の純正と。やっぱり色服も変わるし、でこの車高調整機能が追加になりますね。あ、これないんだ。はい、純正はない。なるほど、プロプロなんだけど大丈夫かな。ちょっと破れてる気もする。形式的にもね、ブーツとかも破れてきてるから、そうだよ、ちょうどそれも交換できてフレッシュできる。うわー、ということで交換します。お願いします。すごくない。はい、ちょっと待ってください。いや、これすごい、もう楽しみですけど、なんか呼ばれました。タイヤがツルツルです。あ、そうでしょ。やばいね、はい、これスリップサイン。これくっついてるってことですか。そう、ここがつながっちゃってるから、はい、もうスリップサインが出ちゃってるから、当然車検も通らないし。車検通らないよね。車検通らない。足回りでは有名ですよね。有名ですね。いいところはあるんですか、こう人気な秘訣というか。純正でも採用されてるぐらいなんで、もちろん信頼性も高いし、うんうん、でこれの開発がウルブルクリンクで開発をしてるサスペンションだから。なるほどね。そういう BM とかの車には合ってるんだ。合ってるね。へえ。すごい過酷な状況で開発テストされてる部品だから。書いてた、ニュルの絵が描いてた。そうそうそう。だから信頼性はね、かなり高い。もともと？もともと黒だったじゃないですか。うん。これ青とか黄色って良くないですか？なんかちょっとこう足、あ、入ったなみたいな。そうね。見る人が見れば、うん、黄色イコールビルシュタインっていうのは分かる。あ、そうなんですか。へえ。ビルシュタインに入りました。はい。じゃあつけますね、お願いします。あ、そうか、上とつながってるんだもんね。そう、おー、ここで足がこうやってなってるんだ。上3箇所。勉強になるわ。はい、ってことでカリコの原子力を体感してみようのコーナーです。おー、なかなかレアじゃない。はい、これ外したノーマルショックアブゾーバー、これから取り付けるビルシュタインのショックアブゾーバー、そもそも原
やった方が早いよ。そうだね。じゃあここ持ってこうついてる。後ろはそう、上から体重かけてみて。ここから押すの。押す。いきまーす。おお。この硬さ覚えてね。分かった。頑張れば下がる。これが新しいよ。新しい。許したい。いきまーす。やっついてく。待ってて。やばい。ちょっと待って。下がるのこれ。やっちゃったかったかもしれない。やばい。全然違うね。水方向の減衰力が違う。うん、すごい。これ中古だからちょっと抜けちゃってるっていうのはあるかもしれないけど、それでもやっぱりスポーツサスペンションの減衰力っていうのは、これぐらいノーマルよりとは気にならないぐらい硬く設定してやる。すげえ。アドバンヌーバー新品でございます。